夜も深くなってきました。この部屋でもそろそろお休みの時間のようです。君の名はって見たことありますか？いや、まだなくって。君の名はあれってあれです、あれだよ、違う、全然もっと前の53年、1953年とかだから、昭和引く25だから、全然、計算的に28、昭和28年でしょ？だとしてよ、だと仮定してよ。また今ね、なんかブームだっつって、マチコマキがよ、やっぱ岸恵子さんってさすがだなって思うじゃん。なんかさ、徹子の部屋でもさ、あの草笛先生とさ一緒に出てさ、私はもう全部で出た本数なんて20本いくかどうかぐらいなのに、あなたは本当に働き者ねって言ってんじゃん。いいですよね、ああいうやっぱさ、ああいう余裕で行きたいなってさ思いますよね。もう90だ、徹子さんとやっぱ台湾張れるのってもうあのぐらいの年代の方しかいないじゃん。もう90とかなんてさ、でみんな若いんだよね、びっくりするね本当に。君の名はってさ、もともとラジオだったじゃないですか。で前の年、なんか52年にさ、そうだよ、52年に NHK のさ、 NHK っていうのはあの時代ってのさ、国営ラジオのさ、で君の名が連続ラジオ小説でさ読まれてブームになって、翌年にさ映画になるでしょ。そしたらもう待ち込まけてさ、岸恵子さんもさ、もうすごいやっぱ飛ぶ鳥を落とす勢いで、もう綺麗だったからね、綺麗だったからそれ良かったんだけどさ、52年っつったらさ、あれよ、お祭りマンボ、お祭り、そう、お祭りマンボの年。お祭りマンボってさ、なんか毎回その発売した年のことを思い出すたびに、なんか、そんな前ですかってやっぱ思うよね、やっぱさ、私たちのさ頭にはさ、もうあの不調コンサートとかさ、もう結構もう30、40歳ぐらいになって歌ってるひばりちゃんっていうのがイメージとしてね、バーってあるもんだから、あれだって何歳、15とかさ、それぐらいの時に出してんですよね。あのだってリンゴ王やかと同じ年でしょ、お祭りマンボってさ。すっごいよね、それで
もうずっと昭和の間さ歌われ続けてさ、平成になってもさ歌う人がいて、 EXILE がカバーしてんだもん。すごい話ですよ。やっぱこれやっぱね、いい曲持った人ってでかいなって思うよね。あの52年って言ったらさ、だってお祭りマンボもあるけどさ、ジョン・ケージの4分33秒も52年でしょ。なんかすごい、え、もう歴史じゃんってなんか思うんですよね。なんか日本の、そ、本当その日本のさ歌の歴史とそのアメリカの方の歴史とかをさ一緒に見ちゃったりとかするとさ、あ、これとこれが同じ年なんだとかっていうのが本当にびっくらこくっていうか、思うとこがある、思うとこありますやっぱね。52年ってやっぱすごい年ですもんね。それこそトニー・タニさんのサイザンスマンもね、あの年ぐらい、もうあの辺、あ、そう、あの辺の年ってさ、なんか調べてもさ、流行った年はこの年だけど発売したのはこの年とか結構曖昧だったりするからちょっとあれだけど、でもサイザンスマンボとかもあのぐらいの年代じゃん。だって私はあなたにアイブラユーですよ。もう未だに言うもんね、レディースエンジェントルメン、お父さんおっかさんってさ言うじゃん。あ、すごいなって思う、すごいなって思っていたらさ、二のつく年ってさめちゃくちゃさいい年だっていう話があるじゃないですか。二がつく年はあの何かが起きるってさ、月、うん、どういう、にどういう、なんだっけ、あの前澄チュンさんのさ、あの寝てる夜は何かが起きるみたいな曲、あれな、何曜日だっけ、あ、全然、あ、忘れた、土曜日か、土曜の夜、どっち、まあいいか、まあいいわ、それは。そんな二のつく、だから52年はさ、お祭りマンボがあってさ、ジョン・ケージがあって、トニー・タニがあってっていう年じゃないですか。で、62年っつったらさ、あれよ、スパーク3人娘。それ、スパーク3人娘の年、まあ、ね、いろいろデビュー年とかちょっとバラバラだったりとかするからあれだけど、いや、違うよ、その、ね、スパーク3人娘もそう、伊藤ゆかりさんのロコモーション。ロコモーション、ロコローション、ロコモーション、そう、ロコモーションだ。ロコモーションが、そう、リトルエヴァのカバーでさ、62年に歌ってんじゃん。あの頃本当に、それこそコニー・フランシスの曲なんてさ、もうスパーク3人娘が全部食い尽くしたようなもんですよね。発売したって、発売したその年にもうカバーで日本で出してるみたいなさ、のが続くじゃん。で、違うんだよ。だからそう、でもうスパーク3人娘がうわーって悔やらしてるところにガッて一人ね出てきてかっさらってったのがやっぱ広田美恵子さんですよね。広田美恵子さん、美子ちゃんがさバケーションをね撮ったんだよ。もうみんな歌ったよ、みんな歌ったけど、やっぱりみこちゃんのバケーション聴いちゃうと、ああこれもうみこちゃんの歌だねってみんな言ったもんね。だからさ、みこちゃんデビューしたのってなんか61年か、子供じゃないのが61年、その和製ブレンダリーってね、まあ、そブレンダリーのさ聞いたらさ、あ、ほんと、まあ、みこちゃんだなって思うよね。あれすごい、だから全然なんかもうカバーっていうか、もうみこちゃんが英語で歌ってんのかなみたいなさことになるじゃん。でだからすっごいやっぱね、あの歌声っていうか天性のもんよ、あれも天性のもん。もうね、なんか真似するとかそういうことじゃないんだよね。もうみこちゃんから
もう声喉から出してんのかどうかも怪しい。ミコちゃんからこうなんかあのさ円筒形のスピーカーみたいになんかブワーってこうブワーってこう音がさ出てんのかもしれないね。そうなんだよな。62年はそのミコちゃんの年でもあったしさ、スパークさんに娘の年でもあったし、でアメリカではもうさマイク・ジャクソンがさベン出したりとかさしてんじゃん。ベン出したりってさ代弁の話じゃない、あの代弁の話じゃないんだけど、ベンってねいい曲ベン・エンステン・ネステン・ネステン・フンがさ出てんじゃん。あれ出してそれそれだよね、それ62年だよ。え、それ62年だよね。でさ、え、違うか。え、違う。62年にはそんなん出してないよ。あっぷね、それ72年だわ。そうなんだよね、72年にはね、マイクル・ジャクソンのベンがあんね。マイクル・ジャクソンのベンとデビッド・ボーイのスターマンね。ここがやっぱり洋楽でふわーってきてるところに72年皆さん誰が歌出しましたか。はい、そうです、山本リンダさん、どうにも止まらないです。はい、ありがとうございます。あの名曲がやっぱ72年に出たね。あの曲がやっぱ山川静夫さんにもあんなピシャリとね闇言われてね、紅白でさ、あ、皆さんご覧になってるのは紅白歌合戦でございますよなんて、そんなこと言わなくていいよね。もうリンダさんのあの顔見てよ、あんなのさもう正気の沙汰じゃないよ。あれあんなもんね、見れたもんじゃないじゃないね、もう見れるもんじゃないよああいうのって。だからあれがやっぱ72年にあって、72年にはもうだってさ瀬戸の花嫁もやってらっしゃいますよって。そうです、小柳ルミ子さん、瀬戸の花嫁も出てますし、日本レコード大賞誰取りましたか、愛知秋野文さんの喝采です。そうです、喝采は出るわさ、えらいことよ全部。え、都はるみさん、そう、え、はるみちゃんもあれ何、女の海峡だっけな、あれ72年ですっけ。あー、そう、多分そうですよね、そうだよ。そうで、シュリエコさんも北国行きなして、ほなもうレコード大賞っつったらね、もうあのいわくつきの和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのになったね、白い菊渡されたって未だに言ってんのもんね。誰か謝ってあげた方がいいよ、もう安住みちおさんがもういないんだからさ、誰か代わりに謝ってあげてよ。だからほんと70年もそれすごいしさ、で60、そう、62年は62年でその洋楽カバーがさうわーって流行ってるところに、畠山みどりさんでさ、恋は神よの昔からもうあるじゃん、恋をしましょう恋をしてってさ、あのやっぱバランスっていうかね、すごいなぁと思うんだよね。62年のねあの感じっていうのもやっぱりいいなぁと思うし、あの72年はさ、だってさもう本当に前もなんか言ったような気がするけど、女の人がもううわーってなってたじゃん。それ親ピーピーさんがさあのその前の年が71年にさあのデビューしてさ、72年にはさラブチェイス歌ってさ紅白でやってたじゃないですか。でもあの辺もだからさ、あ、そう、アマチマリもいるんだよな、アマチマリも歌ってんのよ、あの年一人じゃないんですか、一人じゃないってって歌ってやってんだもんね、もうみんなそう、はあ、もう大変、もう
どうにかしてっていうところもあんなんだってさ、あの年日本に帰ってきた横井翔一さんがどういう気持ちでテレビ見てたんですかっていう話じゃん。え、私が戦争してる間にこんなに女の人って活発になってたのって多分思ったと思うんだ。それもあって多分ねブラジルに行ったんだよね。ちょっとショックがでかすぎたんだと思うわ。あの荒領地だからね、あの本当に女性解放運動みたいなことだからさ、あれはすごかったよね。だから本当に72年はもう事件もいっぱいあったし、嬉しいこともあって、沖縄本土返還ね、本土復帰が72年にありました。72年にあってでっかい鉄球が浅間山荘にぶつかったりしたこともありましたけど、本当にいい年でしたね。で違うじゃん、62年って言ったら大物歌手のデビューがありましたよね。ご存知ですか？それもそれ、東京機関ボ娘、木の実奈々さんです。木の実奈々さんがね、鮮烈なデビューね。見た、あの木の実奈々さんがさ、あの銀座カンカン娘歌ってるさ映像よ、ジャングルブギー歌ってる映像、YouTube にあるから、絶対見た方がいい。あんなね、逸材をね、2時間ドラマとかに抑えとくべきじゃなかったね。あれもう、歌で天下取れたよ、絶対。あのままね、72年ぐらいまでリンダさんみたいな感じの枠で、ずっと、いけてたらさ、いけてたらね、って思うけどね、こういうのってやっぱね、そういうもんじゃないんだよね、運命みたいなのもあるからさ。